はい、どうも、大悟です。というわけで今日もやっていきたいと思うんですけども、本日のテーマはですね、なんかツイッターかなんかに中年おじさん、独身中年おじさん友達いないみたいなのでトレンドが出てたみたいな話を聞きまして、まあ、やっぱ中年になってきて友達いなくて人生に希望も持てなくてみたいな人っていると思うんですけど、30とか40ぐらいからそういう感じで焦りを感じ始めるということって多くの人があると思うんですね。実はね、これね、そういう焦りを無駄に感じちゃう人と感じない人の違いってのがあって、特に現代ではこの焦りを感じる人が増えてきたんですよ。じゃあこの30過ぎてぐらいから訪れるですね、このですね、漠然とした人生に対する焦り、これをですね、どうやって対策できるのかというのがですね、カナダのアルバータ大学の研究を参考に今日は解説していきたいと思います。ぜひですね、なんか30過ぎだし、そろそろ結婚とか、いや、そろそろ自分の仕事とか、なんか成功したりとか、周りで成功するやつもいるし、30過ぎてね、起業したりするやつもいるし、どうしようって焦ってる方は、今日絶対参考になると思うんで、ぜひ最後まで聞いてください。で、というわけでですね、今日のポイントなんですが、まずはですね、やっぱり30とか40とか過ぎてから焦り始める人ってやっぱり一定数いるんですが、ただ、このアルバート大学の研究によると、大抵の人は18歳の時よりも40代前半とかの方が幸福度は高いんですよ。だから実際は幸せにはなってるんですね。そう、中年になった方が。で、この人生の幸福度っていうのは18歳からどんどん上昇して、30歳になるまでは基本的にはずーっと、もう上がっていくんですよ。右肩上がりで。で、30から40で、まあ横ばいというか、そういう風になっていくわけなんですね。っていうのがあるので、実は幸せなんですよ。はい。で、まあ例えばで、結婚した人なんかだったら、まあ子供とかできれば、ちょっと人生のフェーズが変わってくるので、大抵幸福度が上がったりとか、結婚レベルが高くなったりとかってことが起きるわけなんですよ。はい。まあただこれ問題があって、30から40ぐらいの時に失業しちゃうと、まあ、ちょっと幸福度とか、まあ、健康状態とかが悪化するということあるんで、まあ、30、40過ぎてからの失業はちょっとね、きついんですけれども、まあ、乗り越えられないということはないと。基本的には幸せになっていくわけですよ。だから30、40あたりで、まあね、やることもないし子供作るかって言って子供作って、で、幸せになっていくって人たちってのは、結構大きいわけなんですよ。で、一応この研究だと、いや、収入とか学歴とかあるっしょっていう方いると思うんで、この研究だと性別、教育レベル、学歴、あとはそのメンタルのですね、状態ですね、自尊心のレベル、こういうのを全部影響を除いても、やっぱりですね、若い人よりも中年の人の方がですね、幸福だったんですよ。ところが、じゃあなんでこんなんトレンドに上がるんやと。うん。そして自分はなぜ、もう30、40になって無駄に焦りを感じて、ね、高校生とかね、ぐらいとか大学生ぐらいの時の方が楽しかったと思うのはなぜかというとですね、これ実は理由がありまして、ジェーン・トゥエンギ博士という方が2015年に行った研究が参考になるんですが、誰でも年を取ると、幸せになってくんだけど、無駄な焦りを感じるんです。自分が抱いていた夢とか、自分がなりたかった職業とか仕事とか収入レベルとか住みたかった場所とか、こういうのがどうやら達成できないかもしれないってことに気づき始めるんですよ。で、結果的にその点では幸福度が下がるんですね。で、これ下がる人はどういうタイプかっていうと、大きな目標とか夢を中年過ぎても無駄に持ってる人なんですよ。若い時はどんな大きい目標を立ててもね、時間があるからいいけど、やっぱり30とか40になってくると抱えるものも出てくるし、体力とかそういうのもなくなってくるので、だんだん夢を現実的にしていかなくちゃいけないんですよ。ところが現実を見ないで、大きい夢、でかい目標を、もっと大きい目標をってやっちゃうと、30、40過ぎてからはメンタルが悪化したりだったりだとか、友達関係が悪くなっちゃったりとかっていうことが起きてくるわけなんですよね。面白いですよね。だからその30過ぎてからはもうなんか絵に描いたような子供かみたいな夢とかを抱き続けちゃうと結構危ないので、だからね、30、40過ぎてからは自分の人生を見直して現実的に達成できる目標を立てましょうよというのがですね、この研究からもらえるアドバイスなわけなんですね。だからね、40とかね、30とか40とか過ぎてからね、めちゃくちゃ友達が多いとか超すごい人たちと付き合ってるとかってことはよほど成功してる人以外はないから、もうちょっと現実的に自分が持っているものでですね、樽を知るという感じで楽しんでいくというのが一番いいんじゃないかなということでした。あとは他にできる方法としては、女性なんかの場合なんか特にそうですけど、焦りってのが起きますよね。時間がない、人生に残された時間気になってきたりとか、自分の時間がね、毎日がね、あっという間に終わってしまうという方はですね、これまた別な対策が必要で、時間認知ってのが歪んじゃってるんですよ。焦れば焦るほど人間って、時間がなければね、ないというふうに思い込めば思い込むほど能力が下がって、で、結果時間が足りなくなるんですよ。だから本当は5時間で終わらせることができる仕事が、焦っちゃうと7時間、8時間、9時間ってかかっちゃうんですよね。能力が下がるので。だからこれは時間認知の歪みを直せば全然解決する問題なんで、ぜひですね、この対策も
勉強してみてください。で、この時間認知の歪みの対策についてはですね、番組の概要欄の方からですね、週40時間の自由を作り出すための超時間術と誘導がご用意してます。ぜひですね、Dラボの方でチェックしてみてください。皆さんね、40時間ぐらいの自由時間だったらね、どんなに忙しい人でも作れます。はい。時間認知の歪みさえ直せばね、仕事が早く終わるようになるので、ぜひね、これ勉強して、人生のですね、残りの時間より楽しめるようにね、なってみてください。今日は一応僕からですね、皆さんにですね、時間汚染を、なくすための方法トップ5ということで、ご紹介していきたいと思います。ロビンソン博士のおすすめをベースにですね、僕はいろいろ追加して紹介していきたいと思います。はい。ではですね、まず、時間を歩むための方法ですね。時間汚染対策第5位はこちら、マインドフルネスでございます。はい。マインドフルネスって、まあ、瞑想とかね、流行りましたけども、今この瞬間に集中するためのトレーニング、これがマインドフルネスでございます。1個のことに集中できるようになれば、さっき言ったみたいにマルチタスクがなくなってくるので、まあ、当然なんですけれども、時間を上手に使えるようになるわけなんですね。というわけで、時間を上手に使うためには、マインドフルネスを勉強してみるというのもいいでしょうね。はい。で、続いて第4位はこちらです。トゥードゥーリストよりも、ノットトゥードゥーリストを、作るというやつですね。トゥードゥーリストってね、実は作る意味ほとんどなくて、トゥードゥーリストって作っても、半分のことは人間って永遠にやらないんですよ。作ったトゥードゥーリストのうち。で、残ってる半分の半分ぐらいは、5分以内に終わることなんですよ。実際、トゥードゥーリストって作ったところで、4分の1ぐらいしか役に立たないんですね。だから、トゥードゥーリストを作るよりも、ノットトゥードゥーリスト。もうこれはもう二度とやらねえみたいな。俺はもうこれには手つけねえみたいな。そういう、ノットトゥードゥーリストを作ってあげたらいいわけなんですよ。まあ、例えば、じゃあ僕の場合だったら、水回りの掃除とか僕基本やらないんですね。で、業者さんとか呼んで任せちゃうんですよ。なんでかというと時間かかるし意味がないからみたいな風にノットトゥードゥーリスト作ると、まあ、自分はこれやらなくてもいいからって心理的にすごい余裕が持てるんですよ。だからやらないことを決める方がやることを決めるよりも実は時間が上手に使えるんですよね。はい。まあ、これもへー楽しいですよね。はい。続いて第3位です。忙しくないと感じる時間を増やしてください。はい。これは第3位ですね。これまあ簡単に言うとあれもやろうこれもやろうってマルチタスクになっちゃうのはまあ、多少はしょうがないです。仕事をしていると。ところがもうこの時間は何もやんなくていい、何も考えなくていいっていう風にいやー。暇だわー。やることないわーって感じるような時間を増やすというのが大事なんですね。で、これは心理的な面がすごく大事なんで、例えば今ニートです。仕事ありません。一日中暇です。でも将来的には仕事もつかなくちゃいけないし、まあ、彼女も欲しいし、いやでもゲームをやりたいし、どうしようかな、みたいな風に、頭の中で何かを考えたりとか、迷っていたりとかしたら、これはですね、忙しい状態に脳はなっちゃってるんですよ。だから本当に、あ、今日忙しくないなーとか、この時間は本当忙しくないよね、暇だよねって感じる時間を、ぜひ増やしてください。おすすめとしては、この時間は何もしないって時間を作ったりとか、曜日によっては夜絶対出かけないって時間を作ったりとか、週1とかでも構わないです。できたら週2ぐらい作ってほしいんですけど、何にも予定を入れない時間っていうのは先にブロックしておいてください。で、こうすることによって僕らっていうのは、時間の余裕ができて、初めて時間を上手に使えるんですよ。だから時間を上手に使う人って、15分刻みに予定をバシバシ入れる人ってイメージが僕らありますが、実際はそうじゃなくて、暇な時間を多く作れる人が、時間の使い方が上手い人なんですよ。じゃあ次で第2位です。はい。マルチタスクをやめる。これすごい、大事です。で、マルチタスクの逆はシングルタスクなんで、これに関しては概要欄の方から、人生変わる心理学学び放題の D ラボ、の方でも、シングルタスクとか、マルチタスクをやめるための方法っていうのはまとめてますので、よかったら見てみてください。あとは概要欄の方にも、デボラ・ザックさんのですね、本で、シングルタスクっていう本がありまして、これも一応、おすすめの本として入れておきますので、よかったらこちらも合わせてチェックしてみてください。はい。というわけで第2位はマルチタスクをやめるでございました。はい。では、第1位、ダダン。時間が一番かかってることをやめてください。はい。で、これはそれをやるべきこと、やるべきでないこと、関係なしに、自分が日常生活で一番時間かかってることを、1ヶ月で構わないです。ずっとじゃなくていいです。やめてみてください。これでどれぐらい余裕が生まれるかってことを試してみてください。ちなみに僕、これ昔、これでゴルフやめたことがあるんですよ。いや、ゴルフね、嫌いじゃないんですよ。楽しかったんだけど、すんごい時間かかるんですよ、ゴルフってやっぱり。朝から早く。で、まあ、昼とか夕方ぐらいまで、早く頑張ってもかかっちゃうんですよ。だから半日今日ぐらいかかっちゃうんで、やめてみたんです。試しに。したらすごい時間の余裕が生まれたりとかして、で、やっぱ時間がかかってることをやめるだけで、だいぶですね、心理的な余裕が生まれる、わけなんですよ。だからやっぱり、時間がかかってることを、毎月毎月、お休みにしてみる。あるいはやめてみるってことをやってあげると、急に心理的な余裕が生まれて、時間が上手に使えるようになって、で、それから、やめたことを戻すんです。もう一回やろうと思って。そうするとどうなるかっていうと集中力上がって時間の余裕が生まれてるんで、かえって短い時間でできるようになったんです。だから時間がかかってることを、まあ、一定期間、1ヶ月とか試しにやめてみるなんてのが、一番ですね、効果があるテクニックになります。ぜひですね、チェックしてみてください。はい。まあ、自分はね、そんなに忙しくないんだっていうふうに、思える、ような体験ってのをですね、するのがいいと思うんで、こういったテクニックをですね、ぜひ、やってみてください。時間がないっていう感覚は本当にですね、頭の回転とか脳のパフォーマンスを落としてしまうので、おすすめ、しておりません。だからやっぱりね、
全部やりたいって気持ちはわかるんですけど、あえてやめてみる勇気っていうのも、時間を使い方をですね、極めるためには大事なんですよというお話でした。ぜひですね、参考にしてみてください。はい。まあで、さらにですね、自由な時間と余裕を作りたいのであれば、ぜひですね、概要欄の方から、Dラボで、時間と余裕を増やす14のトゥードゥーという動画ありますので、ぜひ、この動画を見た後、チェックしてみてください。